シアンレーシングは、スウェーデンのイエーテボリに拠点を置く吉都市記者社のレーシングチームである。シアンレーシングのレース社1996年、スウェーデン GT チームは、フラッシュエンジニアリングとして、ヤン・フラッシュ・ニルソンによって設立された。2005年、クリスチャン・ダールはチームを買収し、ポルストル・レーシングと改名した。クリスチャン・ダールが、ポールスター・パフォーマンス・ロード・カー部門をボルボに、 売却した後、チームは、シアンレーシングに改名される。ロバート・ダールグレン2011年世界、ツーリングカー選手権、ロバート・ダールグレンバルボ S60 のテスト走行2007年の世界ツーリングカー選手権、シーズン中に、ポルストルは、w t c c のスウェーデンレースで、s t c c で使用された、バイオエタノール体をエンジン搭載したバルボ S。 60フレクサフーエルで参戦した。バイオエタノールを使用している車は、チャンピオンシップポイントを獲得する権限はなかったが、s t c c レギュラードライバー、ロバート・ダールグレンは10位と8位を獲得した。2008年の世界ツーリングカー選手権、ポルストルは、イギリスレースで、バルボ C30 で参戦したが、今回もバイオエタノールを使用している車は、 チャンピオンシップポイントを獲得する権限はなかった。オープニングレースでダールグレンは完走はしたが、メインレースには参戦することができなかった。チームはイタリアレースの2レースにバルボ C30 で参加する予定だったが、プロジェクトは失敗に終わった。2009年の世界ツーリングカー選手権シーズン中にチームはイギリスレースに参戦し、 STCC で使用されていた C30 を2レースに持ち込んだ。ダールグレンは15位と14位を獲得したが、トミーラスタットは2レースともリタイアした。2010年の世界ツーリングカー選手権シーズン中、ポルストルは C30 でイギリスレース3戦目を迎えた。ダールグレンはオープニングレースで12位になったが、メインレースはリタイアした。その後、日本のレースに参戦し、 ダールグレンは8位と5位を獲得した。2011年の世界ツーリングカー選手権、この年初のフル賛成を果たす。さらにポイント獲得の権限が与えられた。コンスタントにポイントを獲得し、第8戦ドイツのオープニングレースで表彰台あと一歩の4位入賞を果たす。シリーズランキングでは、ダールグレンは11位と検討した。 2013年の世界ツーリングカー選手権、シーズン中ポルストルは C30 で第11戦中国に出場。テッドビョークはオープニングレースには出走できなかったが、メインレースでは15位で完走した。2016年の世界ツーリングカー選手権、ポルストルは5年ぶりにフル参戦。2年かけて開発したバルボ S60 ポルストルで出場。ドライバーは、 STCC レギュラーのテッド・ビオーク、フレデリック・エクブロムの2大体制で挑む。ビオークは第10戦中国のオープニングレースで、ホンダのノルベルト・ミケディスをファイナルラップで逆転し、自身そしてチームにとって WTCC 初優勝をもたらした。ビオークはこの年、シリーズランキングでは10位と大検討した。一方、エクブロムは開幕戦フランスから第6戦ロシア。 第10戦中国の7戦に出場し、最高位は第10戦中国メインレースの6位だった。エクベロムがテストプログラムに集中している間は、チームのレギュラードライバーロバート・ダールグレンが第7戦、ポルトガル、第8戦アルゼンチン、最終戦カタール。アルゼンチンのネストール・ジロラミが第9戦、ツインリンク・モテギーにそれぞれ出場した。ダールグレンの最高位は、 最終戦カタールでのメインレースの7位。ジロラミは第9戦、オープニングレースで9位、メインレースで5位と結果を残した。2017年の世界ツーリングカー選手権、フル参戦2年目はビョークに加え、前年の日本ラウンドに出場したネストールジロラミとラーダの撤退を受けて、ニッキー・キャッツバーグが加入し3大体制で挑む。ビョークは、 第2戦モンザのメインレースでポールトゥーインを達成し2勝目を飾ると第4戦ニュルブルクリンクのオープニングレースでも優勝した。またその他のレースでも好成績を残し、ホンダのティアゴ、モンテーロ、ノルベルト・ミケリスとの激戦を制止挑戦2年目で WTCC シリーズチャンピオンを獲得した。スウェーデン人でのワールドチャンピオンの獲得は、モータースポーツ史上初の快挙となった。 キャッツバーグは第5戦ニュルブルクリンクでのメインレースで優勝し、一時チャンピオン争いで、首位に立つなど目覚ましい活躍を見せ、ランキングでは自己最高の5位を獲得した。ジロラミは開幕戦モロッコのメインレースで3位、表彰台に立ち、第8戦中国のメインレースでは大雨により、セーフティカー先導でわずか3周を走っただけで、 赤旗中断となるも初のポールトゥーインを達成した。しかしこの2戦以外は苦戦を強いられ3人の中では最下位のランキング9位となった。このことがあり、最終戦カタールでは開発ドライバーとして在籍して台湾ミュラーと交代することとなった。ミュラーは1年ぶりの復帰だったが、オープニングレースでは6位、メインレースでは7位だった。さらにチームは マニファクチャラーズタイトルも獲得し2冠を達成した。2018年は WTCC 代わり新設された WTCR にイヴァン・ミュラーが運営する M レーシングイーマーのサポートをする形で参戦。マシンはヒュンダイアイ 30NTCR。ドライバーには代表兼任のミュラーと前年度 WTCC チャンピオンテッドビョークのラインナップで挑む。 ミュラーは、第3戦ニュルブルクリンク、第5戦ポルトガルのレース1、第7戦ネーハ国際サーキットのレース2で優勝し3勝を挙げるが、同じマシンを借るガブリエル・タルキーニに、わずか3ポイント届かず、WTGR 初代チャンピオンを逃した。ビョークは、第4戦ニュルブルクリンク、第5戦ポルトガル、第7戦ネーハ国際サーキットのレース3での、 ポール・トゥインを含めた計4勝を挙げたが、終盤参戦で苦戦し、前年をまたいでのチャンピオン連覇はかなわずランキング7位終わった。しかし、チーム選手権では、タルキー2が所属する BRC レーシングチームを3ポイント上回り、WTCR 初代チームチャンピオンに輝いた。二千十九年は新たに、WTCR に参入するリンク &CEO とタッを組んで、 シアンレーシングの名で2年ぶりに参戦。マシンは、リンク &CO03TCR。ドライバーには、ビ病ク・ミューラーに加え、ミューラーのおいであるヤン・アーチャーと WTCC、初年度から2010年まで参戦し、チャンピオン3連覇の経験を持つアンディプリオールが、加わりチャンピオン経験者3人を含む4大体制で、挑む。 開幕戦モロッコではビョークがレース1で2位、レース3でリンク &CEO にデビューインをもたらした。また、レース2ではアーチャーが3位に入り新規参入ながら、コースタートを切った。その後ビョークは、第4戦ザントホールドのレース1でポールトゥイン、レース3でも優勝し、後半戦はコンスタントにポイントを獲得していき、最終戦セパンでのチャンピオン争いにもつれたが、セパンでは、 苦戦を強いられ、最終的にランキング4位で終えた。対してミューラーは前半戦では勝利はなかったが、後半戦で調子を上げ第7戦中国のレース1、レース2で、ポールトゥイン、第9戦マカオで、レース1ポールトゥイン、レース2でも優勝し連勝したことでチャンピオン争いで、接戦となるが、最終戦では、表彰台に上がることができずまたしてもチャンピオンを、逃した。しかし、 チーム選手権では、ランキング2位の BRC ヒュンダイエヌスクアドラコルセオ34ポイント、上回り、ファーストチームである、シアンレーシングリンク &CEO が、チャンピオンに輝いた。一方、セカンドチームのシアンパフォーマンスリンク &CEO の、アーチャーは、ファーストチーム2人のサポート役に回ることが多く、第4戦のレース3では、ポールポジションからスタートするもチャンピオンを争う病気に、 その座を譲り自身は2位表彰台となる。この年アーチャーは未勝利に終わったが表彰台を5度獲得し、前年 WTCR 初代チャンピオンのガブリエル・タルキーに、と、同ポイントのランキング9位で終えた。WTCC 時代の2010年以来の復帰となったプリオールは開幕戦のレース1では5位入賞と、まずまずのスタートを切ったが、 その後はなかなか上位に届かず、第8戦鈴鹿の実典での最高位は5位止まりだったが、第9戦のレース3で、およそ9年ぶりに優勝を果たした。またこのマカオ戦では3レースすべてで、リンク &CO が勝利した。しかしプリオールは、チャンピオン争いを演じたミュラー、ビョーク。直近のチームメートで未勝利のアーチャーを下回る、ランキング18位で終えた。 2020年も引き続き参戦。ドライバーは、ミュラー、ビオーク、アーチャーは継続。もう一人はチームを離脱した、プリオールに代わり、ウルグアイ出身のサンティアゴウルティアを起用した。チーム体制はとしては、ファーストチームにミュラーと前年の活躍が認められ、アーチャーが昇格した。一方のセカンドチームはビオークが降格となり、新人のウルティアがチームメイトとなる。 この年好調だったのはアーチャーで開幕戦ゾルダー、第2戦ニュルブルクリンク、第4戦ハンガロリンクのレース2で優勝し、またすべてのレースでポイント獲得する活躍で WTCR チャンピオンに輝いた。24歳でのチャンピオン獲得は、前身の WTCC 時代を含めると史上最年少となった。一方ミューラーは、開幕からおいであるアーチャーのサポートに徹し、 最終戦アラゴンのレース2で優勝もあり、ランキングではチャンピオンを獲得したアーチャーに次ぐ2位につけた。セカンドチームから WTCR に初参戦したウルティアは開幕戦のレース2で初表彰台となる3位を獲得し好スタートを切った。その後前半は苦戦を強いられたが後半から調子を取り戻し、最終戦アラゴンのレース3で初優勝を ポール・トゥー・インで飾った。最終的に、ウルティアは参戦初年度ながら、ランキング6位を獲得した。対照的にビョークは開幕戦、第2戦のレース2で2位表彰台を獲得し順調な、スタートを切ったかに見えたが、その後は失速し表彰台に立てない状態が、続いたが、第5戦スペインのレース3で優勝しチームメイトのウルティアと共にワンツーフィニッシュを決めた。 しかしランキングでは4人の中では最下位となる、ランキング9位で終わった。チーム選手権は、ファーストチームのシアンレーシングリンク &CEO が2位の、オール、インクル、コムミュニッヒモータースポーツに99ポイント差を、付け連覇を達成した。またセカンドチームのシアンパフォーマンスリンク &CEO は2位から14ポイント差の、ランキング3位と好成績を残した。 この年は4名のドライバーすべてが優勝し、ダブルタイトルを獲得したことで充実した1年となった。ありがとうございます。